デイビちゃん。ねえ、重くなった。ミミちゃん。ミミちゃんにご飯をあげよう。ほい。食べて。あと。うまそう。最近ゆめちゃん寝袋の上で寝るようになってしまったんですよね。なんで僕は毎日こうやって開けてるんだ。今日は食べ放題やで、ゆめちゃん。そっちか。ゆめちゃんこれめっちゃ好きなんですよ。ちなみにこっちがキャットフードと、まあほとんどフェレットフードですね。キャットフードちょっとだけ混ぜてますけど。で、これがキャットフード単品で、まあこれ混ぜてるのはこれとは違うキャットフードなんですけど、これが、あの、少量でしか売ってないやつなんで、多分美味しいんですかね。これの食いつきはやばいです。一番やばいです。下手したらハリネズミフードよりいいかもしれないですね。あと、ふやかす時間もめっちゃ短くて、もう1分ぐらいでふにゃっとしてくれるんで、逆にそのまま揚げてもカリカリしてて食ってくれますけどね。今回ふやかしましたけど、結構そのまま揚げても食べます。ちょっと硬いぐらいなんですよ、これ。1分ですぐ揚げたんで。帰っていきました。そして帰った寝床は開いている。暑いんですかね、ゆみちゃん。何度今？ 24 度。ちょっと低い。そうや、これあげようと思ってたんで忘れてる。じゃあこれ食べる？これ。おお、いっぱい出た、意外と。食べるかな？めっちゃ匂いするこれ。普通に人間が食べるゼリーと同じ匂いしますね。めっちゃ綺麗やし、ほんで。ゆみちゃん輝いてるよ、ゼリー。今好きじゃないんかな。どう見ても悪くなってきた。
じゃーん。こんな感じで、ゆみちゃんは餌もりもり食べてますね。で、これちょっと台が高いんで、これ置いてるんですけど、これ使って飲んでるとこまだ見たことないんで、使ってんのかどうかわかんないです。水これに入れてると、水っていうかミルク、家帰ってきたりするともうカラッカラになってなくなってるんですよね。なんで前使ってたこのちょっと食べにくい暑さの暑いやつに戻しました。で、届かないと思うんでこれ乗せてるんですけど、どうやって飲んでるのかちょっとわかんないです。ゆうちゃん、カリカリ食べる？はい、カリカリチップ。お腹いっぱい？お腹いっぱいみたいです。バイバイ。